生さんの皆さんも今日の学びいかがでございましたでしょうか。そしてお買い物途中の皆さん、こんにちは。こんにちは。私、希望の党代表小池百合子でございます。今日は東京6区から小選挙区で立候補いたしております植松恵美子候補、そしてそのお隣5区で立候補いたしております自民党から副大臣の職を捨てて、この希望の党の新しい選挙区での挑戦に向かっております福田峰幸、この2人の候補者とともに世界的に有名な渋谷スクランブル交差点でのお訴えでございます。皆さん、総選挙いつの間にか始まりました。突然始まりました。何のための解散総選挙だったか、4日経つと何が何だかよくわからないという状況ではないでしょうか。私はこの選挙、すでに火蓋が切られているのならば、どうぞ皆さん、この日本、今新たに変えるところは思い切って変える、守るべきところは断固として守る。そのためにも右でも左でもなく、ちょうどゴルフで言うところのフェアウェイど真ん中を行こうとしている私たち希望の党の候補者に、皆様方の一票一票をお託しをいただきたい。6区植松恵美子、5区福田峰幸、どうぞよろしく願いを申し上げ、そしてこの東京から都民の皆様方によるしがらみのない政治が始まった。昨年の都知事選挙、そして今年夏の都民ファーストの選挙、どこも組織もありません、人も物もお金もない中で、皆様方の一票一票が都政を動かしていただいた。そしてその効果がすでに現れております。それは今回都議会において、都議会議員自らが子どもの受動喫煙防止条例というものを提案をし、そして賛成多数で可決されたという実績でございます。ちょうどそこはスモーキングエリアになって、どうぞ皆さん、タバコ税というのも大切な税収でございます。一方で子どもさんというのは遊び場所、食べる場所、寝る場所、自分で選ぶわけにはいかない。大人がそこにいて、さあここで遊んでらっしゃい、さあご飯食べましょうと言っている。そこで大人の受動喫煙が起こると、子どもへの影響というものがきっとある。このようなことから、子ども受動喫煙防止のための条例、それが皆様方がお選びいただいた都民ファーストの議員が中心になって提案をし、そして成立をさせていただくことができたということでございます。皆さんのおかげで、まさしく都民ファーストの都政が今着実に進みつつあるということでございます。一点申し添えておきます。この子ども受動喫煙防止の条例に一つだけ反対をした政党があったことをお伝えをいたしておきます。それは都議会自民党でございます。都議会自民党、タバコ業界、そしてまた飲食店等々、業界のしがらみから逃れることができない。都民よりも業界の利益、そのために子ども受動喫煙防止条例に彼らは堂
り返しなんです。しがらみがあれば変えるべきことも変えられない。たとえそれが国民にとって利益があることであっても、業界団体に不利益があるものならば反対をする。これが自民党のやり方でございました。だからこそ今回のあの賭け、森友学園においてもどこかしがらみを感じさせる、そのことをはっきりとまだノーと言い切れていない中に、皆様方がこれはお友達が作用しているのではないだろうか、そんな思いから皆様方は、国民の皆様方は、いまだに7割8割の方々がこの問題について納得していないという、そのような評価になっているわけでございます。これは政治の信頼を結果として歪めている。だからこそ私どもは情報公開こそしっかりやらなければならない。そして公文書管理、つまりあの書類などはありません。廃棄しました。そしてもうすでにその保存期間が終わっていますなどなどと言って、都合が悪い書類は出さないとみんなそう思っているんじゃないですか。いかがでしょうか。このまま白地こぎってで安倍一強政治に皆さんがまあいいかと一票を投じてしまいますと、この問題にもまた、そしてまた安倍一強政治がそのまま続く、しがらみ政治はそのまま続く、改革はさらに世界から取り残されてしまう。そんな日本で本当に皆さんいいでしょうか。いかがでしょうか。じゃあ皆さん、この機会でございます。皆さん、今回の総選挙、次の22日の日曜日が投開票日になっております。私はもう今日事前の投票を済ませてありました。一票目には上松恵美子、または福田峰幸。福田峰幸は2枚目でございますけれども、今回は2枚目には希望の党とお書きください。上松さんの場合も2枚目には希望の党と比例代表選挙のその票を投じていただきますようお願いを申し上げます。実は大変 IT に詳しい、そして
IT が進んでいる例えばフィンランド、そしてエストニア、こういった国々の例に最も詳しいのがこの福田峰幸さんであります。さらには私と一緒にこれからのエネルギーとして水素をもっと活用していきましょうということで水素勉強会をずっと立ち上げて、各関係者から専門知識をいただいてまいりました。この東京におきましても東京オリンピックパラリンピックで走る都バスはその多くが燃料電池バスに変わります。そして港にも燃料電池を使った船を浮かべようと動かそうというそのような計画もございます。日本エネルギーが少ない、その中において原発にも大きな課題がある。だからこそ2030年には原発ゼロに持っていこう、再生エネルギーをもっと使おう、そして省エネをもっと進めよう、この三本柱でエネルギー政策を進めている私ども希望の党でございますが、水素ということにももっと着目をして、例えば福島で風力発電で、もしくは太陽光発電で生み出されたエネルギーを水素に変えて東京に持ってくる。そしてあの2020年の大会の選手村は福島からやってきた水素で動かしていく、このプロジェクトを進めているところであり、また福田峰幸さんもあの聖火リレーのトーチを水素にしましょうよと言ってずっと運動をしてこられました。この方法は都組織委員会が採用して水素大国日本、この礎を築いてきた福田峰幸さん、ぜひともこの選挙にも勝たせていただいて、そしてこれからの日本のエネルギー、水素エネルギー社会というのをもっと進める、その原動力になってもらいましょう。皆さんいかがでしょうか。上松恵美子さん、今回私たち希望の党は女性候補をできるだけたくさん擁立しようと 20% の比率まで持っていくことができた上松さんもその一人でございます。そして片や自民党、あれだけ女性活躍うんぬんと言いながら、今回の総選挙におきます候補者比率、女性候補者比率たったの 8% でございます。これをどう見るか、私は女性活躍の政策を随分安倍総理にも進言してまいりました。一部取り入れられたところがございましたけれども、しかしながらそれは上辺のものに過ぎなかったと。それは各国際的な比較をすれば一目瞭然でございます。これだけ女性活躍の日本をと言いながら、世界における日本の女性活躍ランキングはずる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 と下げて、そして他の国々に追い抜かれていくばかりでございます。私は待機児童対策をはじめ、また介護にあたる女性のその役割、また女性だって自己実現をしたいわけでございます。仕事と子育てが両立する、他の国でできて、なぜこの日本でできないのでしょうか。